やいい絵が撮れたな。薪でお願いします。薪でお願いします。撮影しなくていいから薪でお願いします。誰だよ一番用意できてないやつ。俺か俺か、俺が用意できてないのか。どうやらあのモニターばっかり見ててあの自分のことが見えてなかったっていうかさ。早く早く俺だ。皆様、お疲れ様です。お疲れ様にゃん。本日は芝生サイクリングしますね。やっと自転車出てきたにゃん。代わりに霊夢がいなくなったにゃん。霊夢はどこ行ったにゃん。まずは、本日の自己紹介をしますね。頭温泉を出て、ちょっと登って、ちょっと登って、ちょっと登った後に、諏訪湖を一周するだけの簡単なコースです。やけにちょっと登ってが多いにゃん。見どころは、森屋神社と諏訪大社と完結戦です。完結戦って何にゃん。温泉の総数です。人工噴水ですけどね。あーなんか弥生に行けないことをしてるように見えるやっぱり。あー手つきがいやらしい。先生、先生エロ先生ですね。弥生やめろ、やめるんだ。手つきがエロい。やめろエロ先生。今日このジャージに直接火の下にさらされるの初めてだったぞ。俺でもまだやったことのないことを。俺もやるのか、俺もやるのか。こう手が今背中に近づいていってるよ。近背中に近づいていってるよ。やるのか。やめろ、そんなためにイタチャージを使うんじゃない。うん、ここだね。マレットゴルフ、こんなところでも。なんか真珠を捨てる状態なわけね。あんまりじゃあ入ったらダメやな。この辺にしとくか。チラチラチラ、あの賽銭箱、納得いかないよ。あ、霊夢こんなところにいたにゃん。何してたにゃん。主人公がカメラの外はまずいにゃん。その主人公が、進行でもお賽銭でも、負けている件について、霊夢はちっとも羨ましく思ってないよ。羨ましかったにゃんか。あら、霊夢さん。先ほど、山さんからお賽銭をいただきました。ですね。こんな感じです。じゃあ、羨ましくなくなーい。入んのは賽銭箱にゃん。霊夢は別に悪くないにゃん。ところで、50円しか入れなかった資源に天罰を下しておきましょう。さすがはたたり神にゃん。決めで、おーあーっとー、なんで僕は先生の後ろに歩いてるのに蜘蛛の巣に引っかかるんだ。おかしいだろう。諏訪湖は綺麗なところです。一周 15km ほどで遊歩道が整備されています。ランニングにギリで使える広さにょん。一周 160km の琵琶湖はランは諦めるしかなかったにょん。冬には凍結した湖面が隆起する御神渡りがあります。夏には4万発の諏訪湖花火もあります。他にも諏訪大社関連のお祭りも有名です。東京からのアクセスも悪くないにょん。自然豊かなのにこの立地にょん。霊夢じゃないけど辺境在住者にはちょっと羨ましいにょん。それから本日の目的地の諏訪大社は湖周辺に4カ所あります。神社の本宮、前宮、下社の春宮、秋宮です。南にある方が神社にょんね。諏訪湖から流れ出す唯一の川は天竜川なのですが、その川基準で見ると神社は川上だからだそうです。 JR の駅も南側が神諏訪駅にょんね。それでは神社から行きましょう。あーこっちはすごい人だな。朝から考えて一番の人口密度地帯に来たね。こんなに一つの視界の中に人間こんなにいっぱいいたのは今日は初だね。なんかいろいろ売ってるね。後でちょっと見ていこうか。
ほら、なんかいろいろある。酒飲んでもいいか、俺。あ、出た、諏訪大社本宮。どうしようかな、その、ちょっと まずそこ、ちょっとストップ、止まろうかね。飲んでいいか分かんないぞ。これか、4の柱まであるんや。叩きすぎて燃えた。あ、なんか古たちの実況入れたいね。1馬2馬冗談なんだから誰か突っ込んだよ。なんとくまモン VS ドラえもん。翡翠みくじを引きましょう。皆さん300円持ってますか？300円、はいはい、みんな手出してください。持ってないじゃないか。はい、翡翠みくじ、じゃあ行きましょうか。それじゃあ行きますよ。じゃあ僕はこれにします。そうだね、あ、大吉じゃん。山ちゃん大吉、先生吉。じゃあこう開けますよ。やった。どうだ、翡翠か、これは翡翠なのか。あ、でかいな、ちょっとでかいの入ってたね、はい、超大吉とか。じゃあ内容を読みますね。内容16、まず16番ですね。16、末吉です。最低です。一番大事なところだけ読みますね。ですね、縁談、人の無駄口から破れる。もうテンション下がるわ。なんてこと書いてくれるの。美味しいって思ってるくせに。美味しいと思ってるけど。美味しいと思ってるけどさ。ここは一応あの早苗さんの実家と呼ばれるところなんで、軽い気持ちで行ってきましょう。早苗さん、あそこって言って感じで行ってくださいね。な、ここは何にょん。森屋四郎勘十衛、諏訪大社の新長官を代々務めている。森屋家の風習とかが展示してある日へ。普通は神社では鹿などは神聖な動物で、食用にはしない日へが、諏訪大社では神様交えてバンバン食ってる日へ。剥製がいっぱいにょん。一晩に、イノシシ75頭奉納する日へ。75頭にょん。諏訪大社は狩猟の神様でもある日へ。そのせいで、モンハン信者が、大王の絵馬を奉納に来たりした日へ。これが、新しい信仰の形です。さすが、売れてる巫女は時代の流れに敏感にょん。さあ、先生の持ってる iPhone がダメになることを超期待して、あ、来ましたよ、またサードだ。おわー、ちょっと待ってくれ。うわー、熱い、これ。これは、あ、虹が見えますね。あー、なんか温泉臭くなったな、体が温泉臭い、なんか卵っぽい。おい、お前ら何逃げてんだよ。逃げてどうすんだよ。どうせ逃げても助からないよ。さあ、ゆっくりキロに着くよ。動画の尺の都合でいろいろカットされたにょん。残念にょん。サイクルイベント動画だともっとカットされてるよ。確かにそうにょんね。10分って短いにょん。そういえば、今回のテーマは旅行にょん。いつもとカテゴリーが違って、なんか斬新だったよ。視聴者の方はいつもの方だったにょんかね。流行ってると思って、今回こんな動画にしたよ。アンケート流しておくので、よかったらクリックお願いしますにょん。ただ、旅行動画も自転車動画も、仲間と一緒に出かけている点で、よく似ているよ。気の合う奴らとバカやってると、家に帰りたくなくなるね。いっそこのまま仕事辞めるかぜ。こらーにょん。日常あっての旅行ですよ。日々の忙しさが、旅行を楽しくするのです。その通りかもだぜ。我慢した方が、おやつは美味しいにょん。ヨウムはいじめて光る。ヨウムは M 天然武士でマユキュー。あらかい。この安定のいじめられっこぶりは何にょん。まあまあ、ヨウムもこの旅行楽しめたんじゃないのかな。確かにまた来たい気がするにょん。またみんなで来れるといいぜ。みんなで行けばどこも楽しいです。結論が出た日。それじゃ、そろそろ時間だよ。
ご視聴ありがとうございました。